こんにちは黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーション、えー、あとアップビートとダウンビートについて質問があったので、えー、この辺以前やったことあるんですけど、一回もう一回まとめてみました。 内容としてはですね脅迫と弱迫を理解してもらうっていうところから始めますそれでアップビートとダウンビートまあアップビートとダウンビートはこれとほとんど連動してるんですがで脅迫と弱迫は、えー、相対的なもので絶対ここがっていう形ではないという話を考えていただくといろんなシンコペーションが出てきますというわけでそしてシンコペーションをやってから、えー、アンティシペーションというアンティシペーションはちょっと聞きなじみがない かもしれないですが、えー、と僕のレッスンでは必ず、えー、シンコペーションとアンティシペーションを切り分けますなぜかというとドラムの処理がすごく変わるからなんですねまあでもシンコアンティシペーションというのはシンコペーションの一種ですので同じものといえば同じものですそういうところをやっていきたいと思いますそれでは始めていきましょうまずは強迫と弱迫ですねでこれってうち音大 で、教えてるとですね、強迫と弱迫って何って言ったら、1、3拍が強迫ってみんな知ってるんですね。で、2、4拍が弱迫ですね。で、3拍目が弱強迫ですよねっていうことも覚えてるんですね。だけど、覚えただけで全くそれを使ったことがないっていうことが人がほとんどなんですね。どういう意味かというとですね、3拍子で考えると分かりやすくて、えっと、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーっていう風にカウント出すと、 なんかこう3拍子っぽくないじゃないですか。ワン、ツー、スリー、ワン、ちゃんと強い弱いが必ずあるんですね。で今聞いた通り、ワン、ツちょっと3拍目が大きくなる。ワン、ツー、スリっていう風に感じるはずなんですね。で2拍子だと、ワン、ツー、って感じてるってことですね。4拍子は、ワン、ツー、って同じ2拍子2つ並べてるけど、ワン、ツー、 ここの、えー、2拍子2つの間に強と弱ができるので、えー、弱強白になるということですね。でこれは強く演奏する白ではなくて強く感じてる白なんですね。人間がワン、ツー、スリー、フォー、ボンって演奏が始まった時に人間というのはそこを強く感じていくということですね。ワン、ツー、スリー、フォーって数字のところをずっとやっていくと1、3を強く感じて2、4を弱く感じていくその性質を利用して演奏の、えー、バリエーションを増やしていきましょうっていう話なんですね。 そうするとアップビートとダウンビートっていうのが分かっていきます。えー、タクトがですね、下がるところ、要はそれが結局強迫なんですね。だからワン、ツー、シー、弱迫で上がってタクトをダウンするじゃないですか。だからワンはワン、ワン、ツー、シー、フォーだとダウン、アップ、ダウン、アップになるわけですよね。だからこう。 ダウンビートっていうのは13拍つまり強迫のことをダウンビートと言って弱迫のことをアップビートというふうに言います。で僕はなんとなくイメージ的にはダウンビートっていうのは、えー、13拍を強くたたくとそこがリズムがダウンする感じ。で24拍をつアクセントをつけるとこう。 アップする感じになるるるっっっててていう感じがあるって僕は思ってるんですね。なのでダウンビートとアップビートはどっちで覚えてもいいですがもともとはきっとタクトがアップダウンするタイミングのことを言ってると思いますでここがポイントなんですが強く感じてる箱を強く演奏すれば安定した感覚になるんですねだからワンツーワンツーワンツーだとこうゆったりしてるけどワンツー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  ワン、ツーっていう風に感じるとすごくこう体がこうアップ上下する感じ興奮するリズムになるわけですねだからまあ黒人音楽はこのアップビートが出てきたっていう風に言われてますが本当かどうかわからないです多分ダンスミュージックって世の中いっぱいあるんで民族音楽であちこちであったものはもちろんあるとは思うんですけど西洋音楽っていうのは基本的にはまあ境界音楽なのであんまりアップビートダウンビートしないですよねとのミサとかでで、歌ってる曲なので そうすると音符の話も後でしますけど四分音符でずっと歌っていくっていう形になることが多かったと思うんですよ。で、こう、アップビートとダウンビートっていう考え方、これがよくこう、聞かれるんですけど、どっちがいいんですかって言うんですけど、これはもう適材適所です。だから、こう、ダウンビートにした方がいいときとか、ジャズでやってても、2ビートで演奏してるときっていうのは、ゆったり演奏したいんですね。だから、こう、アップビートも取るけど、こう、ダウンをしっかり結構取っていくんですね。このベースと一緒に。 ね、だけどこう4ビートになるとこう押してあげなきゃいけないので2音結構強,強,結構強調しますまあという形ですねだからこう、えー、よく説明する時にこう子守歌っていうのはね,ーねーんねんころーりーよね,ーねーんねだとおかしいじゃないですかつまりこう、えー、要は興奮させてはいけないわけでしょただあのお片付けお片かけこのまこれぐらいにやったらやがらないと。 お片付け、お片付けでやるとめっちゃ急かされてる感じがするじゃないですかまあそのせかすときはそう使っていただければいいと思うんですけどそういうことですね日本の音楽は13の音楽が多いですね、えー、やれんそうらんとかめでためでこれは全部、えー、ダンスが性の美だからです要は着物を着てポーズをするダンスなんですよだから止まっていくというかこう,こう 動きが流線形になって、で、しかもこう、ポーズをしたときに美しくなる。だから、手拍子が1、3になるんですね。だから、あの、ああいう、えー、お着物を着てジャンプしてしまうと、どうしてもこう、ここが見えてしまうので、はしたないとされているので、昔はそういうアップビートは使わなかったわけですね。使っちゃいけないかって言ったら、別に使っちゃいけないわけじゃなくて、これは適材適所です。何を表現したいかによると思います。 とと弱迫は相対的いうことですね。これは何かって,言って演奏中に僕もいつも感じていることなんですけどワンツーワンツーワンツーを強く取ってるかワンエンツーエンワンエンツーエンを強く取ってるかワンツースリーフォーツースリーフォーワンツースリーフォーツー速いテンポだったら全音符みたいな感じ方をすることもあるんですね。そうすると。 ここの3拍目はこの拍の拍子で撮っているときはここが強迫になるけど、えー、こっちで撮っているときは弱迫になるわけですね。だからこ2の2小節目の頭も弱迫になるわけですね。 正直、えー、言ってしまえば一小節目の一拍目以外は全部弱拍というふうにもう極端なことを言ってしまうとそうやって考えることもできる要はスタートしてからこう着地するまでの間は全部弱拍って考えていっても構わないということですが、まあ、極端なことを言うとです、ね、そんな理論は使わないですけどということですねというわけで相対的なものになるわけですねはいシンコペーションっていうのはですねワン、ツー、スー、フォーワン、ツー、スー、フォーってやつですねこのリズムがあった時にワン、1, 2 3 4が抜けても音は結局安定してるじゃないですか安定してるので別にこうちゃんと進行していくんですけどこの弱拍のところの次が抜けると1241241つなげようと思うとここを飛び越えなきゃいけなくなるわけですねなんかこうつながっていかない感じがするからそうすると跳躍しなきゃいけない タッタータッタ,ータンみたいなそうするとこの音は不安定なところで止められてるから、えー、音が保留したままで次の脅迫を探すんですねタッタータ,ッターあここで着地できたみたいなねこうタッターってやられるとこれ不安定なままなのでだからこう次に何か起こるんじゃないかっていうふうに思わせるじゃないですかっていうところこの効果のことをシンコペーションっていうんですねだから この中で音でどの音がシンコペーションったこの音がシンコペーションしてこれが着地でなくて着地は次の小説の頭により強い強迫に音は流れていきます弱迫で一旦受けるけどそのまま強いところにドンって落ちたいじゃないですかタッタータッタンって落ちたいってことねだからそういうことですねそうすると、あのー、さっき相対的って言ったんですけどもっと細かい音符になるとこの 2拍でタタータタタータと1拍内でタター,ータタ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 タっていうのも全部シンコペーションになるということなんですね。なのでこういう音符を山旗とこれがシンコペーションって教えられていることが多いみたいなんですね。えっ、ー、とこれシンコペーションって何ってタタータですねっていうんですけどタターーのこの真ん中の音符がシンコペーションするっていうこう,こう効果を持っているということですね。これを音をシンコペーションと私は呼んでいます。 アンティシペーションっていうのは先行音っていって先に取る音先守音とか先行音ですね。こうやっっててがかかってると ここにハーモニーがついてると先にここで先取りしないと音楽的におかしくなるんですね。ってことはこの前に飛び出した音符っていうふうに考える。これはタイがつ,ついているものは全部センション音だと思っていただいて大丈夫だと思います。えー、タイがついたシンコペーションのことをアンティシペーションというということですね。えー、若干一部違うところもあるんですけど、基本的にはそうですね。えー、もうほとんど99%と言っていいほどこのタイがついているものは 先行音っていう風に考えててもらっていいですで先行音についてはドラムで僕がレッスンしてるときは先行音と、えー、普通のアンティシペーションとシンコペーションは処理が違うんですねドラムのその後の処理が全然違うんで特にジャズの場合は処理が違うんでは分けて考えてます同じシンコペーションだけどここはアンティシペーションでしょ同じシンコペーションでここは普通のシンコペーションでしょっていう風に、えー、お話をすることが多いですねなのでアンティシペーションという言葉を覚えていただきたいんですが普段あんま使わないですねでも空音空音っていう ロックで出てくるシンコペーションってのはほぼほぼアンティシペーションだと思って間違いないですね。えー、こういうタイがついて前に出てるそうするとワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォー、次の強い音っていうのは次の一、遠くに跳躍するイメージですね。先生音はね。先行音は。先に 1, 2, 3, 4,、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、全部弱拍でしょ、ここから考えると。そうすると3小節目の頭にトンって落ちる感じ。っていうのがアンティシペーションになります。 なので、シンコペーションとアンティシペーションっていうのは、まあ、こういう効果があって、要は、まあ、クーっていうか、ドラムだとシンコペーションっていうのは、クラッシュして、バソラとクラッシュでジャーンって演奏して、みんなジャンプする音のことをこうシンコペーション。シンコペーションの中にアンティシペーションっていうのがありますよ。強、えー、迫弱迫っていうもので、こういうものが全て説明できますよ。強迫と弱迫っていうのを説明すると、ダウンビートとアップビートっていうのが、そのまま同じような形ですね。こっちですね。ダウンビート、ひっくり返ってます。ダウンビート が脅迫でアップビートが弱迫になってますので、えー、覚えておきましょう、えー、というわけで分かっていただけたでしょうか本日は、えー、以上となります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。